ここのやつは脂身トロトロタイプやね。豚の角煮をちっちゃくしたみたいなやつやね。おいしいおいしい、間違いない。確かにね、ルーローファンがうまい。だけどね、ここのルーローファンね、台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、 MRT4 巡4番出口から徒歩7、8分ぐらいですかね、台湾人のね、視聴者さんが一番美味しいってね、おすすめしてくれた台湾人のソウルフード、ルーローファンをね、食べに行きたいと思います。はい、じゃあ今日も元気に行きましょうか。さあさあ、今日はね、ルーローファンですよ皆さん。ルーローファン、やっぱね、台湾といえばね、ルーローファンなんですよね。ルーローファン、小籠包、尿路麺ね、台湾三大料理って僕は呼んでますけども、その中でもね、やっぱルーローファンはね、台湾人のソウルフードって言われてて、豚のそぼろかけご飯なんですけども、醤油でね、甘辛く煮込んだものを熱々の白ご飯の上に乗っけてるんでね、日本人の口にもね、ぴったりなんですよね。で、僕もね、ゾロの台湾グルメって言ってね、このチャンネルやらせてもらってますけども、やっぱりね、台湾料理で一番美味しいもの何って聞かれたら、やっぱり僕ルーローファンって答えるんですよ。本当に美味しいんでね。まあ、ルーローファンも何やろ、今言った豚のそぼろタイプと、あと脂身トロトロタイプとかね、あとその2つが混ざったタイプとか、いろいろね、お店によって全然違うんですよ。八角が強かったり、全然八角が強くなかったり、癖があったりなかったりとかね、豚の皮臭かったり臭くなかったりとか、とにかくね、お店によって全然ね、味が違うんですよね。ルーローファンもね、奥が深いんですよね。そしてね、値段もね、だいたい日本円にして100円前後で食べれるんですよ。この2021年の時代に、この安くて美味しいっていうのがまた魅力的なんですよね。はい、で、ここのね、交差点をね、右に曲がります。で、このね、右に曲がったこの角地、今閉まってますけども、ここね、朝ごはん屋さんなんですけども、三つ星つけたお店なんですよね。チーズダンピン、チーズのダンピンね、あの薄皮生地のもちもちクレープがめちゃめちゃ美味しい。本当にね、まるで濃厚チーズケーキを食べてるみたいなダンピンなんで、ダンピンでね、三つ星つけたんね、ここだけなんで、概要欄にね、 URL 貼っとくんでね、またよかったらチェックしてみてくださいね。うわ、見てここの路地ね、なんか生活感があるよね。いいなあ、いいなあ、ここもいいね。美味しいお店がたくさんありそうやね。うわ、珍しいわ、ガソリンスタンドある。台湾ってね、車もバイクも多いけど、ガソリンスタンドが街中に本当にないんですよね。これね、台湾七不思議のうちの一つって僕は呼んでます。はい、で、ここのね、スクランブル交差点をね、渡ります。で、ここのね、スクランブル交差点のね、そこね、今ちょっとバスで隠れてるけど、金銭ルーローファンってあるんですよ。ここも一回紹介したことあって、めっちゃでっかい骨付きのフライドチキンの下にね、ルーローファンが乗ってるんですけど、ここも美味しい。ただ僕は個人的にちょっと甘すぎるかなって思ったけども、ここはでもね、ルーダン煮卵がね、マジでめっちゃうまいんですよ。今のところ台湾で一番うまいルーダンはね、ここです。これもね、概要欄に URL 貼っとくんでね、よかったらチェックしてみてくださいね。さあ、今日はね、台湾人の視聴者さんがね、一番美味しいって言ってるルーローファンなんでね、これはちょっと期待が大ですね。で、ここのね、道をまっすぐ行ったところね、あの1個目の信号をね、右に曲がるみたいですね。はい、ここですね、ここの信号を右に曲がります。で、これ右に曲がったらね、もうすぐそこにあるみたいなんでね、あったあったあった、これ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 、あったあった。うわ、これはまた年季入ってるな。
はい、着きました。ここですね。ここがね、台湾人の視聴者さんがね、一番美味しいって言ってるね、台湾人のソウルフードのね、ルーローファンが名物のお店みたいですね。ここね、 Google の口コミもね、3000件以上あるんですよね。これはちょっと楽しみやね。見て、ほら、創立62年って書いてるわ。これは年季入ってるね。あ、メニューね、書いてますね。ルーローファン第45、小35。あとスープ類がね、いろいろ置いてるみたいやね。じゃあね、行ってみましょうか。你好，一位你有，啊，谢谢。一个烧肉，一个卤蛋，还有炒青菜，还有麻油腰花汤。で、今ね、この名物のね、ルーローファンのシャオワンと、ルーローファン注文したこのルーダンね、煮卵絶対注文しないとダメなんで、あとこのね、今日のね、炒め物、今日はガオリーツやからキャベツの炒め物が来るみたい。で、このお店の多分名物のね、マヨヤオファータンってやつね、これ何かわからないんやけど、多分内臓系のスープやと思う。ちょっと高いけどね、名物みたいなんで注文しました。すごいね、これお店めっちゃ年季入ってるわ。結構こじんまりしてるよね。すごいね、これピーク外してきたんやで。今ね、お昼の3時半なんやけど、ワイタイ、お持ち帰りのお客さんでいっぱいやね。中もほぼ満席やし、すごい、これは人気なんやな。はい、じゃあね、注文してきたんでね、待ちましょうか。楽しみやね。はい、というわけでね、今日はね、台湾人の視聴者さんがね、一番美味しいって言ってね、おすすめしてくれたルーローファンが名物のね、お店にやってきました。これがね、台湾人のソウルフードのね、ルーローファンですね。豚そぼろかけご飯ですね。ここのやつは脂身トロトロタイプやね。豚の角煮をちっちゃくしたみたいなやつやね。美味しそうやね。で、これがマヨヤオファータンって言って、コシハナって書いてね、何か僕もわからないんやけど、マヨっていうのはごま油とお酒をね、炒めたやつなんやけど、まあスープやね。なんやろね、多分何かしらの、まあ内臓のスープやと思うんやけど、まあここのお店の名物っぽいんでね、注文しました。あとね、今日のね、炒め物、ガオリーツァイ、キャベツのね、炒め物ですね。あとルーローファンにはね、煮卵ね、注文しました。はい、ルーローファンと煮卵はこれもう絶対一緒に食べないとダメなんでね。じゃあね、早速食べていきましょうか。まずはね、名物のね、ルーローファン、はい、台湾人のソウルフード、僕が一番好きな台湾料理ね、ルーローファンからいただきます。どうかな、いただきます。おいしい、おいしい。これはね、八角とかウーシャンファンとかの癖が全くないね。本当にオーソドックスな醤油でね、甘辛く煮込んでるタイプなんやけど、甘さがね、結構控えめやね。この脂身がね、ほんととろけておいしい。うん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 。あ、わかるわかる。これはね、おいしいルーローファンやと思うわ。ご飯の炊き加減はちょい柔らかめなんよね。うん、これがなんかちょっと家庭的なルーローファンって感じでね、いいよね。じゃあね、煮卵と一緒に食べましょうか。ルーローファンと煮卵はこれも絶対一緒に食べないとダメなんですよ。決まってるんですよ、ルールなんですよ、僕が生まれるはるか昔からね。いただきます。美味しい、美味しい、間違いない。確かにね、ルーローファンがうまい。だけど
ね、ここのルーローハンね、35円するんですよ。まあ、今のレートで言ったら140円ぐらい。ちょっと高いかな、まあ細かいけど、5元ぐらい高いかな。30元ぐらいが妥当やと思うんやけど、ちょっとね、高いかなとは思うけど、はい。まあまあ、でもね、美味しいですね。じゃあ次はね、このマヨヤオファータンというやつ行ってみましょうか。多分これがね、このお店の名物やと思うよね。どうかな。まずね、スープからいただきます。おー、なんだろう、うん、おいしいおいしい。あの、このマヨタンはね、結構そのごま油とお酒がたっぷり入ってるんやけど、お酒のアルコールがね抜けてないお店とか結構多いんやけど、ここはちゃんとアルコールが飛んでてね、美味しいわ。あっさりしてる。これね、女性の方が好きなんですよ。特にね、生理の時にいいらしくてね。あと寒い冬の時なんかね、あったまっていいみたい。あっさりしてるわ。じゃあこのヤオパーっていうやつ、コシハナって書いてね、なんやろね、これね、さっぱりわからん。何かの内臓やと思うけど、いただきます。なんやろこれ、多分やけど、フォアグラ的な、わかんない、わかんないけど、多分何かしらの肝臓やと思う、うん。これちょっとね、このままやとね、ちょっと生臭さがあるんで、これタレがね、濃厚そうなタレがあるんで、ついてるんで、多分これにつけて食べないと思うわ。これつけてね。わ、このタレすげえうまい。超甘辛醤油のニンニクって感じやね。もうニンニクやね、ニンニクって感じよ。これはうまい。まあ、これだけで食べたらちょっと生臭いんだよね。これぐらい強烈のね、ニンニクソースが合うわ、うん。おいしい。これごま油たっぷりやからね、冷めにくいよね。いつまでたっても湯気が出てるみたいな。これ生姜もね、たっぷり入ってるのがマーヨータンの特徴やね。これはマジね、タレたっぷりつけないとあかんわ。でもね、正直個人的にはね、このヤオファ、コシハナよりも、あの頭身、心とか頭眼、豚の肝とかの方が美味しいかな。そっちの方が値段も安いしね。これ140円が結構高いやん。その割にはっていう感じがするね。僕は絶対その頭身、心とか頭眼、レバースープね、の方が美味しいと思う、うん。じゃあ次はね、今日のお野菜、ガオリーツァイですね。今日はね、ガオリーツァイはキャベツのことですね。日によって多分ね、違うと思うわ。うん、根心菜、空心菜の時とかもあるんじゃない。じゃあいただきます。あれ？キャベツはね、もう炒めて置いてるんやな。すごい冷たいわ。冷えてしまってるね。でもね、なんかキャベツ本来の甘みがあってね、チャオツァイって感じでね、美味しい。余分な味付けしないんじゃない。ニンニクと人参で炒めてますみたいな。優しい味やね。これでも冷めてこんだけ味が薄いから、熱々やったら味がないぐらいかも。まあまあ、キャベツは普通やな。じゃあちょっとね、コショウもらってきたんでね、フージャオ、ルーローファンはね、絶対コショウかけたらうまいよね。ちょっとかけます。コショウルーローファン、うわコショウかけすぎた。美味しい美味しい、うん。やっぱここのお店はね、台湾人の視聴者さんがね、一番美味しいっておすすめするだけあって、ルーローファンがうまいわ、うん。煮卵ともすごくよく合うルーローファンやね。
美味しい。本当になんか脂身タイプやのに全然むつっこくなくて、なんかおかわりしたくなるようなルーローファンやね。すごく家庭的な味やわ。本当に癖がない。これはね、2回目3回目ってこう通うごとにね、どんどんハマっていくタイプのね、中毒性のあるルーローファンやと思うわ。大阪で言ったらカムクララーメンみたいな。スープはね、ちょっと冷めてきたらね、やっぱちょっと苦くなってきたアルコールがね。この腰鼻はね、やっぱちょっと生うざいな。僕ちょっと苦手やわ。もう食べれないかもしれない。はい、食べ終わりました。あのね、ちょっとね、やっぱりスープはね、ちょっと用食べるのはちょっとごめん、悪いけど残しちゃったけど、まあでもね、本当にルーローファン美味しかった、煮卵も美味しかったしね。まあ本当に台湾人のね、視聴者さんがおすすめしてくれるだけあって、美味しいルーローファンやとね思いました。はい、もうそれしか言えないかな。はい、今日もありがとう、ごちそうさま。はい、まとめます。台湾人の視聴者さんが一番美味しいとおすすめしてくれた名物のルーローファンは35元、約140円。こりゃ確かにうまい。八角などの変な癖もなく、甘さも控えめで、おかわりしたくなるくらい家庭的な美味しさのルーローファンでしたね。2度3度と通ううちにいつしか虜になってそうなルーローファンやと思いますわ。煮卵との相性も抜群。こちらは店名にもなっている名物のマヨーヤオファータンは140元、約560円。微妙。これはごめん、もう好みの問題やと思うけど、生臭くて僕は無理。ガオリーザイキャベツの炒め物は35元、約140円。普通。特に言うことはなし。ルーローファンだけ食べに行くにしてはちょっと遠いしな。全部合わせて220元、約880円。ルーローファン以外にも美味しいものがあったらよかったのに。はい、というわけで今回の動画がね、少しでも役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとね、めっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録1万人、ぜひね皆さん応援よろしくお願いします。というわけで今回は2つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。